もういなくなっちゃったな。ゴーレムストーン何個手に入った？ 2 個か、足りんな。足りないぞ。またちょっとゴーレム待ちだな、これは。ゴーレムのリポップ待ちと思ったらいた。なんかいい殺し方ないかな、いい殺し方。囲ってまうか、こいつら。壊しよるしな。いけ。おーしゃい、意外と簡単。ただ出ないな。おーす。ほい。危ないよ。オッケー。あ、いっぱい手に入った。あ、集まっちゃった。あ、リポップした。倒そう。よし、まとめて粉砕してやろう、こいつは。まとめて。おいおい、うれうれうれ。来いよ。ここや。うえい、プロ。黒いね。あ、めっちゃ湧くやん。ラストはい、ここいけ。あー、一体か。もう一個。危ない。空振って、なんかトロフィー手に入れた。オブジェクトブレイカー、ダイゴみたいなね。あ、間違えてしまった。もったいなす。これで素材は揃ったのだけれども、魔法の玉がさ、ちょっと少なくなっちゃったよね。12個しかない今で。爆弾石があと3つ。うん、じゃあ爆弾石を3つ取って作ってから、メルキドシールド作って見せようか。そうしよう。うん。じゃあ一回ここで区切るかな。うん。ちょうど録画時間1時間になりますので。一旦ここで区切ります。はい。で次ね、メルキドシールドを作ってね、見せびらかして、メルキドシールドで、どついてやろうと思います。メルキドシールドを振り回し、メル、はい、お疲れ様でした。おはようございます、こんにちは、グッペンベ。どうも、エテポンデです。魔法のね、玉を30とりあえず作っておきました。で、あとはね、前回集めておいた素材で、あぶねえ、これ持ってたら起きそうになる。メルキドシールドをね作ります。今からメルキドシールド、どこだ。あれ、あ、そうだ、こっちだ、これね。よし、いっぱい作れるよ。あ、ゴーレムは3つでよかったんだ。 4は作れるね。4作る。 4もいらんか。とりあえず1個作ってみようか。はい、うん、できた。ヘイロロンド、よし、来たでかしたぞ、でかしたぞ。よー、エデコ、ついにメルキドシールドを完成させたのだな。これでもう魔物たちの襲撃を恐れずに済む。そんなすごい代物なの、これ。この地の魔物の親玉を倒せば、要塞都市メルキドを完全に復活できるのだ。素晴らしいすぎるぞ。あはは。アロトルで。こんなものを作ってゴーレムが攻めてこないか心配だったと。お主はまだ、ロッシの言うザレ言を気にしておるのか。得てこよ。我が輩から一つ大切な話がある。この町をさらに発展させるためには、町に住む人間はしっかりと選ばねばならん。町の、村、ま、
村人を切る的な、ま、マジそんなあんの。みんなの気持ちをそぐもの、町には不要な人間だ。不要な人間なんていねえよ。100人じゃない、10人十色だろ。いいこと言うね、エテさん。今日もいいこと言うね。うん、意味することはわかるな。エテコ、よくよく考えておいてくれ。いや、そりゃちげえよ、ロロンド。お前が一番いらねえけどな。はぁ、いやー、来た。何が起きようというのだ。なんだ今の音、なんだ今の爆発、何これ、これ、これ何、どこに置きゃいいんだこれ。どこに置きゃいいんだこれあ、やっぱこっちだよな。うん、こっちサイド、こっちサイドを固めるのは重要だよね。ここら辺に置いとくか、とりあえず。この町の木は ここメルキドシールド、わあ強そう。 とりあえずね。で、ロッシュがなんか出てるな。討伐マークが出てる。ヒヒ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 、この時が来た。さっきの地響き、メルキドの守り神ゴーレムが目覚めたんだ。どうやらまずはゴーレム本体じゃなく、ゴーレムの配下の魔物が迫ってるみてえだな。勝てるかともかく魔物たちを倒さなきゃ町に未来はねえ。さあ、最後の戦いの始まりだ。どうだ、戦いの準備はできているか。ノー、すまない。もうちょっと メルキドシールドをちょっとできるだけ量産しよう。こうなったらメルキドシールドをちょっと作れるだけ作って、町の南側、違う、北、町の北を強固たるものに。おお、強そう。あ、完璧じゃないかこれ。なんかここだけ見るとさ、立派だよね。うん、ここだけね、正面だけ見ると非常に立派。も、拠点を狙うモンスターか。知らん、そんなん寝よ、うん、そんなん知らん。みんな寝よ。よし、では準備はできたので戦おうか。ヘイヘイロッシー、違うヘイロッシー。はい、できています。エテコ、お前はどうして守り神だったはずのゴーレムがメルキドを滅ぼしたと思う？へへへ、へらってるね。ゴーレムが滅ぼしたのはメルキドじゃねえ、メルキドにいた人間なのさ。人間の悪しき心がとか、そういうこと？魔物に操られちまったわけでもねえ。きっとメルキドを守るためにメルキドに住んでいた人間たちを滅ぼしたのさ。ま、続きは生きてたら話してやるぜ。とにかく今やってくる魔物蹴散らすんだな。なんだ、人間は賢すぎたのか。おっしゃ、行くぞ。どっちから現れる、どっちからだ。おし、こっちだ。オッケーもうメルキドシールドがあるからもう余裕でしょ。痛い。おしちょっとは手出しよう。侵入を許すな。頭使ってきよったなこいつら。サイドから攻めることを覚えやがった。前まで正面しかさ、こいつら。おしゃしゃ、そのまま、まっすぐ。ざまぁ。よし。はい。うわっ。
ヘイ、モンスターの卵まだ来る？このメルキドシールドでさ、これ全体囲いたい。向こうからも来るのね。そっちからも来るんだね。オッケーオッケー。ちょっと中に侵入がに中に、そこはお前らに任せる。ビーリング危ない。出てこい、よし来い、出てこいって。ちょ、そこにおられるとさ、扉破壊しちゃうから戦いたくないそこは。お、終わり？以上？どっちだ？こっちか。来た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 。バカめ。バカめ、メルキドシールドがお前ごときのその傷地で、あ、中入ってっちゃう。お前ごときの傷地でね、崩壊すると思うか。松明壊すのやめよ。やばい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 、危ない危ない。よし、キメラ、キメラ軍だ。ミルキドシールド耐久めっちゃ高いのかな。隊長が来たよ。隊長角が来た。隊長角来た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 。気をつけろ気をつけろ。はい、袋にしろ。お見舞いしてやるぜ。地形が崩れる。あ、間違えた。キノコ食ってる場合じゃない。キノコ食ってる場合じゃない。ナイス。オッケー。オッケー。まあけどまだあれだもんね。手下だもんね。命の木の実。お、これで100いくね、HP。やるともよくやった。で、あ、もう出てるね。とりあえず、命の木の実を、いただこう。食そう。食す。100。キノコ食おうか。ヘロシー。よく魔物たちの攻撃を防げたじゃねえか。だがな、ポロン。カーナビが更新された。まだまだゴーレムの配下の魔物がこの街に迫ってるみてえだ。どうだよ、エテコ。次の魔物を迎え撃つ準備はいいのか？いけるぜ、もう余裕だぜ。メルキドの守り神だったゴーレムがどうしてメルキドの人間を滅ぼしたのか。それはない、エテコ。ゴーレムが人間こそメルキドの敵だと判断したからなんだ。お前も何度か言ったんだろ？大木槌の里の向こうのあの壊れた城に。はい、一回行った。世界が闇に支配され、竜王の軍団がメルキドの町に迫った時、人間たちは最後の力で要塞を作り、シェルターとしてあそこに立てこもった。閉鎖された要塞で長い間暮らすうちに、人間たちは最低の争いを始めた。限られた食料を奪い合い、些細なことで憎しみ合う。そのありさまはまさに地獄絵図だったって話だ。そんな時だった。守り神だったゴーレムが人間を襲ったのは。おっと、話が長くなっちまったな。さあ、ゴーレムの配下の魔物たちのお出ましだ。負けるなよ、エテコ。ちょっといいやつになってきたね、ロッシー。うん、まあなんとなくは分かってたけど、まあそういうことだよね。うん、来た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 。何、速攻隊長か。今度は結局はね、人間が、1しか食らわないんだけど。あ、違う、なんで草バナスコップ？ちょっとあんまりこいつばっかりあれして離れちゃいけない。拠点、ビリンと、もう一人メスがおるから。けど、あれか、
あのなんだ、兵士気取り、兵士気取りちゃんの中おる、兵士気取りちゃんの中おるか、中おるな、よし、兵士気取りがおる、あっちにも、けど、こっち掘ってたらなんか誰か死にそうだしな。よし、先こいつ片付けよう。うん、わかった。先に片付けよう。危ない。やばいじゃん、もう誰か死にそうじゃん。よし、OK、いけいけいけ。よし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 、戻れ戻れ戻れ。うわ、ぶっ壊。ぶっ壊なんだけど。大丈夫？侵入者がいない？ん？あそこに、あそこか、あそこか、終わった、終わった。あ、また木の実。お疲れ。木の実食べよう。食す。105。いいね。またか、連戦だね。ちょっと前、その前にちょっとあれだ。補強補強。一回寝ようか。一回寝よう。睡眠とってから挑もう。よし。次ゴーレムじゃないか？もしかして、もしかしてだけどゴーレムだよね次。爆弾は30あるからいけるよ。よし、ロシー、いけいけいけ、ロシー準備はできてるぜ。なかなかやるじゃねえか。よくゴーレムの配下の魔物を追い払ったな。だが魔物たちはまだまだこの町に迫ってきてるみてえだ。どうだいてこ、次の魔物たちと戦う準備いいよ。竜王軍に怯え要塞に隠れた人々は人間同士で醜く争った。それを見たじっとしろお前、お前じっとしろ。なんだそれ、なんか殴られてるみたいで嫌。ゴーレムは人間こそがやがてメルキドを滅ぼす敵だと考えたんだ。そして今だ。ゴーレムはメルキドの地で再び発展しようとしている人間たちを見て、もう一度人間を滅ぼそうとしているのさ。メルキドを守るためにな。けど今と昔じゃ違うよ。僕たち、私たちは争い事をしたりはしない。ゴーレムの脅威を知っていながらどうして町から逃げなかったのか。だって、もちろん上がってたんだ。町にいたら危険だってことは。でもな、かけてみたかったんだエテコーに。けどな、お前やビリー、それに町のみんなと一緒に暮らしてみて、俺は知っちまったのさ。人と暮らすのがめちゃめちゃ楽しいことだって。だ、頼むぜエテコ。魔物をゴーレムを倒してくれ。俺たちのみんなの町を守ってくれよ。なんか倒すってのはなんか違う気がするけどね。なんかそのゴーレムをさ、うん、よし、ザコイゼザコイゼ、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、おしゃい、行ってまい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 。あー、回り込まれた、追いかけろ。いやー入っちゃった。もうこいつらめっちゃ走り回る。ちょっとやめんか、貴様貴様、ちょっと出てこい。ちょっ、ビリな、許さんぞ、それだけは許さんぞ、お前それは許さんぞ、それは、お前マジでビリンじゃねえし、こいつショーターだしよ。ショーターは知らんしね、勝手にショーターは知らん。雪のぺめっちゃ頑張ってる。そこは雪のぺお前に任せる。頼んだ。待て、いけ、当たんない。よし、オッケー、完了かな。
早かった。あ、来た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 、よしよしよし、シーチ来い、一人寝ない一人寝ない一人寝ない。あー、また壊しやがったなこいつ、壊すなよ、痛い。跳ねて放つ、スターキメラ、スターキメラだと、よしよしよし、オッケーオッケー、まだ来るまだ来る、跳ねて、うん、溜めてない、オッケー、帰ってった。隊長、隊長来たよ、隊長来たよ、よっしゃ、いや、やったわ、雪の子、ヘイトが味方に向いてる時に溜めて放つ、これの繰り返し。あー、やばい、こっちヘイトが、ヘイト地の管理、ここ、よしよし、いけ、えい、あ、来た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 、はい、来るよ来るよ来るよ、こっち来るよ、よしよし、近い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 、キングシールド、キングシールド、キングシールド中に溜めて放つ、あー、こっち来る、よしよし、キングシールド溜めるといったら放つ、オッケー、おっつー、帰ろうか、お、またげ、木の実めっちゃくれるやん、ここに来て木の実めっちゃくれるやん、パチパチ、うわー、ちょっとロロンドの方に見たことのないマークがついてる。